たたかお姉さん、ソフィだよ。 Bramble the Mountain King の実況動画のパーツ11行きましょう。もうイントロなんて力使いたくない。ゲーム見よう。シャッターを使いたい。おあー無理。お店の中に入る。こっちに入れる。入れないね。あー死んじゃう。ピストンタイプ。おー不死な目で。あ平気だ。おー無料な船、無料なローイングボートだ。最近全然これしてないんだね。おじいさんが子供の時にこういう船持ってたよ。だからたまにおじいさんとかお父さんとかと弟と一緒に湖の上にこれをやってたんだよ。とっても楽しかった。意外と腕が疲れるよ。まあめちゃマッチョ男だったら多分疲れないんだけど、私ちっちゃい子供だったから疲れたわ。Åh! Åh, det är en rake! Det är en rake! Nej! I am a very bad judge of character. この女性もいい人なんじゃないって思ったけど、そうでもない。あ、気が変わった。あ、ぶっとね、ね。I can't see.Run! Oh! ゆっくりゲームしようと思っただけだよ。メイク ?OK, OK, OK. Oh, ah, ah, 私たちだ。おねえ、オッケー。どっかどうしたんだよ。待って、腹立たないで、腹立たないで。はい。Thank you。オッケー。チルして、プロゲーマー。この女性が死なのかな。あっ、おほほ。できる？あ、どう？私はね、自分のおばあさんめっちゃくちゃ愛してますよ。で、他の人のおばあさんのほとんど好きだよ。なんだけど、あんたがいいおばあさんではなさそうだから、残念ながら。死ななきゃいけない。You have to die。 私のばあさんが一番だよ。気づいてないんだ。ちょっとかっこいいかもよ。 OK、 じゃあパーツ2。あ、パパ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 パ
怖っ、あれもかなりむず。ああ、これは難しいな。なんか気に。I will not let you take! セリフ、ちょっと。大きい。私のおばあさんじゃなければ興味ないわ。あった。失礼します。おねえ。おわびんリラヒクサス。ヒクサ。私のおばあさんはこういうこと。しないよ。What？ それで死ぬ？わえ、イエイ、イエイ、イエイ。エクサ。信じらんない。悪い気持ちなくて、私のお母さんじゃないから。かっこいいや、かっこいいよ。やばい、かっこいい。もう一回、私何か、You will not rake me, old woman. それはデートの3回目からだよ。祖父の下手くそな日本語の話聞きたくないっていう人がいればそれは残念。私は黙らない。ああ、じゃあ今話すわ。ペスタっていうのがね、なんか人間の形になったペストの病気のイメージなんだよ。いやー、いいね。じゃあその人はペストだったね。病気で。
so invested in the story, man. He could finally find his sister. リモール探してるんだ、なんか忘れちゃった。別サイドトラック。ペーストも出てくるなんて思わなかった。もう最高に幸せなんだね、このゲーム。スウェーデンの面白い歴史。ああ、美しい森に戻ったわ。誰かいいハイキングトレイルとか知ってる？日本のハイキングとかちょっと行きたくなったね。ああ待って、何もない、変わった。遊び時間が終わりだ。じゃあ山に行こうね。死ぬ。こっちに入ろうとすると必ず死ぬでしょ。そっち行ける？あ、ごめん、行く？死ぬよ。死ぬよ。死なない？あら、ああ、じゃあなんでもないよ。あっち？本当にどういう風に終わるのかって想像できないね。この話の終わりにリレムと一緒にじゃなければ私は叫びます。もうかなり二人の関係に興味持つようになってきたんだから、二人が一緒に入れなければ悲しいわ。As he reached the summit, Olle felt regret. どうして？何？遅刻するやつ殺したから？仕方なかったよ。Regret that he could not stop his sister from being taken. じゃあ私が悪かった。Regret that he could not stop the woman from drowning her child. I'm sorry. Regret that he had killed the shapeshifter in the forest. Fair enough.Stood before him, and he wished he could ask their forgiveness. あ、ちょうどね、今考えたらこのゲームがね、The Mountain King というタイトルあるんだけどさ、山の王様さ、だから山の中に住んでいるトロールの話だと思ってて、今考えたらまだ山の中に入ってないじゃん。で、あ、それは残念だね、山の中に入りたかったってちょうど思ったら入れそう。イエス、入れる。ああ、伝統の通りだったら山の中のところがとっても綺麗な場所で、金とかゴールドとかジュエリーとかたくさんある美しい深いホールなんだよね。だからそれが欲しい。そうじゃなかったらHe had reached the end that Tuva had pointed him towards. Now, entering the halls of the mountain,
Ulle was ready to find his sister. じゃあ、山の中に入ろう。トロールがね、伝統の通りだったら人間を山の中に連れて行くんだよ。特に女性とか若い女性を嫁にするために山の中に連れてきて、でその女性たちが出れないわ。男とかも場合あるんだけどね。例えば自分の結婚式に向かってる男、ある話によると自分の結婚式に向かってる男がトロールに捕まえて山の中に連れてかれた。で山から出そうとする方法が、まあ、キリスト教が広まってからの方法がいくつかあるんだけど、一番有名なのがトロールがね、キリスト教は神様の生き物ではないんだから、キリスト教の関係のものが嫌いんだよ。なんか教会のシルバーとかクロスとか、あとね教会の上にある大きなベルの音が大嫌い。だから山に連れてかれた人がいたら、その山から取り戻す方法はその教会のベルを強く強く打ってて、でその教会のベルの音がトロールが聞こえたらめっちゃ嫌だと思ってて、ドアを開けて、で人形をちょっと捨てるわっていう感じになる。なんかそれは助ける方法の一つなんだよね。私も家にある本を読んでて、でそこに面白い話が出たんだけど、話になっちゃうんだけど、家にある本を読んでて、でその話によると、なんか、人間の村の近くにトロールたち、なんかトロールのカップルが住んでいて、で村の人たちと全員かなり仲良くて、なんですけど、ある日は教会がそこに建てられたの、その村の中にね。でトロールたちがその教会のベルを大嫌いって言ってて、で、引っ越ししたの。だからトロールたちが優しい存在だとしても教会の関係のものを大嫌いらしい。でそれはかなり面白いと私が思います。待って、待って、しゃべりすぎて何しようとしたか忘れた。なんかトロールはかなり面白いよ、なんか庭の中にね。スウェーデン語だったらバリスターゲンという、なんか山に持って帰られたっていう意味がある。なんか動詞があるの。なんか急に消えたい人とか、どうなったのとか、方向不明の方がいらっしゃったら、まあハンバックバリスターゲンとかって言ってて、まあ、トロールに連れて帰って山の中に持って帰れたんじゃないっていう、なんか理論があるよ。たまになんかおじいさんばあさんの別荘の近くにもなんか大きな石ボルダーみたいな昔あったんだけど、そのボルダーが山の中の、まあ、山の中に行くための扉だったって信じられたらしいね。そのおじいさんばあさんの別荘の近くの村とか、そこに住んでた人ね、みんなそこがトロールの大きなホールの入り口だよってみんな考えたの。だけどそのボルダーがなんか、大きな橋を建てるためにそのボルダーが使われたの。だからそのドアがもうなくなった。で私それを読んだらかなりなんか悲しいなと思った。私もトロールの大きいホールに入りたいなと思ったけど、まあ、トロールと結婚するつもりないけど、なんか素敵だなと思った。あと嫁にするためにトロールたちがなんか僕の嫁さんになってくれたら、どんなだけでも金とかジュエリーとか美味しい食べ物あげますので、俺と一緒に山の中に住んでいきましょうとかっていう、なんか依頼たまに出すんだけど、人間たちがよく、いやあんたキリスト教の生き物ではないから断りますとかっていうの多い。全然ゲームと関係ない話なんだけど、ごめんね。 Exhausted, bloody, and at his wit's end, King Nils came to a witch's house on the outskirts of his kingdom.He fell to his knees, begging the witch to help cure his son, and she agreed.
あ、待って、終わった？ごめん。頭の中にトロールの話の続き。Exhausted. The witch instructed he only use a single petal, using the whole bloom would only invite death. Ulrich began to recover, but discontent at the royal line had grown in the kingdom following King Nils' bloody campaign. The next day, King Nils found his son dead.And the last light holding his darkness at bay was snuffed out. Heartbroken, King Nils turned to the bloom which had promised life, and instead saw it as an escape from his suffering. The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair.She raised a mountain on top of King Nils and shackled him using the same bramble that he let loose upon the kingdom. And to this day, the trolls still feed him as punishment for his evil deed. Long ago,There was a peaceful kingdom that lacked an heir to the throne. She gave birth. Magdalena succumbed to the labors of childbirth. レモールがその王様の食べ物になるのか、そうさせてあげないわ。おっ、おっ、城だ。 Yes, thank you God, that's all I asked for. スウェーデンの森の中、深夜の森の中、教会、城、そしてトロールたちの大ホール。おっ、That's too much in my life.ね、いただきます。あ、あ、コットクバン、見えるよ。ナイフ、can I take knife? Please, me, knife, please. Sword, can I take sword? Axe. Or is it? これいただけるんでしょ。King Nils figurine. Oh, thank you so much. Oh.Hello? Hello? Får jag
Karolinerna. のビデオでやろうかな。コスチュームチェンジできたし、そうだね、パズルの解け方全然わかるから、次のビデオにパズルをやっといて、で最後に入ると思います。かなり長いレッツプレイだね。だけど私ゆっくりするのが好きだから、全然それは私はいい。じゃあ今日見てくれてありがとうございます。次回のビデオでまた会いましょうね。バイバイ。ひどー。